毎週水曜日夜10時からは、待て、奈良演劇情報局ね。もう一回やり直していい？もう一回やり直していい？びっくりしたよ。よし、落ち着こう。よし、落ち着こう。いくよ。今のはカットで見なかったことに。いきますよ。放送するわよ。いくよ。大丈夫？放送するわよ。はい。放送開始まで。5、4。毎週水曜日夜10時からは、エースラジはい、今週も始まりました、エスラジ。この番組は奈良の演劇情報や芝居のいろいろ、奈良県を拠点に活動している劇団イベントステーションの劇団員の私たちが発信していく番組です。はい、今年一番印象に残っている、セリフはしょっぴくぞ、中目くこと中村めぐみです。入ってるはずやねんけどな。消した？あ、なんかチカチカしてる。なんでやろうな。ちょっと待ってくださいね。よし、お待ちください。あ、こっちで喋ってください。2番で喋ってくださいね。はい、はい、じゃあ。あれ？はい、ちょ、喋って。いろいろで。誰に聞いとん？ですか？誰に聞いてんねん入ってっかな。とりあえずいろいろ喋って。あ、うん、さっき電池あるやつを選んだんやけどな。喋って、今喋って。あ、入った。よっしゃ、大丈夫。あきらさんの声小さい、ごめんなさいね。入りましたんで、うん、今からはいけるはず。まあ、何しか声張って。何しか声頑張るわ。はい、セリフあ、ガムあったやつね。あー、なるほどね。偏り目ね。芝の町の時に、5月の演劇祭の時ね、にアキラがやってた芝の町の時の塗装目の役で、ミエを切る時になんか偏り目しててね。え、ちょっとあれアップしてもらう？せっかくやから顔。え、大丈夫よ。え、ちょっとアップお願いしていいですか？アップお願いしていいですか？あの、たけぽんお願いします。頭、ちょっとアップ。じゃあ、あきら、寄り目いけますか。あきらの寄り目を、はい、寄り目というか、片寄り目ってなかなか難しいんですよ。人によります。できない人からすればなかなかできないです。はい。OK ですよ。できるかな、すごい注目されながら。まあ、頑張れ。片目、寄り目、いきます。はい。おー、さすが。できてる。ごう。放送事故。はい、ありがとうございます。放送事故は大丈夫ですけども。はい、ありがとうございます。はい。いや、普通に両方寄り目できる？できる。普通の両方の寄り目、はい。あー、はっきりちゃんとできるよね。外はね。いや、まだ入ったのは、近いけど、あれやけど。さっき入ったけど、また小さい。また小さいね、ほんまやね。見てください。いや、それは、ね、またか。よいしょ。うん、そうしようか。はい。はい。いや、取らんでもいいけど。日本、はい。アキラ、何しかこれで。うん、何しかこれで喋りますね。はい、頑張って。うん、何しか多分、アキラの声の入れ方やと思うね。声の入れ方、うん、もうちょいマイクに近づいて喋って。あ、声の入れ方ってどういうこと？これの？じゃあ、これ。あ、そっち？マイクにもうちょっと近づけてってこと。そうね、頑張る。はい、頑張って。頑張る。はい、頑張れ。ね、なんかコメントで、はい、頭何やらかしたん？見逃した。よかった見逃してくれて本当によかった。はい、鹿太郎さんは見逃しちゃったけども、冒頭にやらかしちゃったからね。そうそうそう、まあ、はい、気になる方はYouTube に上がった時にちょっと見てもらったらなというふうに思いますね。というわけで鹿太郎さん、こんばんは。こんばんは。今日美女の時間とね、またこたつとかもコメントくださってますけども、めぐみさん、あきらさん、なみさん、山崎さん、スタッフ皆さん、こんばんはと。こんばんは。はい、頭、あ、さっき、あ、入った入った、あ、よかった。とりあえずこれの大きい方のマイクでは入ったということで。はい、わかります。こっちで行きたいと思います。はい、こっちでね。はい、
さっきの方に偏り目に関してはすごい、うんうん、でもちょっとキモい言われます、はい、連続してやると言われます、キモい。まあせやな、まあでも、うん、でけへん人からするとやっぱすげえなって思うし、その歌舞伎というか、うん、歌舞伎町というかあの、うんうん、ねっていう意味ではあれかなというふうには思いますけども、ちょっと喋ってみて、ね、あやっぱ小さいね、小さいマイクの位置かな、もう今日喋らんどくわね、あきらが喋らんどくのはどうかと思うけど、そうもうちょっと上上げて、上げてるんやけどね、下がるん、言い訳しない、まあ、言い訳しない、ビシビシビシ、まあ、まあいいや、はい、まあいいや、あのまあ、最後これで喋ってください、下がったり大きかったりしたらなんか、はい、まああのいろんなマイクで、これだ、はい、頑張って後ろの僕の尻尾が邪魔してました、あなるほどOK、はい、OK ですか、 OK です、なんかいろいろあるね今日ね、うん、まあまあいいや、いろいろあるねって、いろいろあるねって冒頭のはあなただ何を隠そう、冒頭の私悪くなかったよごめんやで、ほんまやで、ほんまやで、もうちょっとぼーっとしてて、もうびっくりするわ、いやあれひどいで始めるよって言ってるのに、いい僕は大丈夫やで言うときながら、うん、ちょっとぼーっとしてて、ドア玉の決め台詞忘れるって、ほんまにもうひどいわ、ちょっと前でびっくりした、ね、びっくりした、はい、途中でね大丈夫やってんけど、うん、窓のことについて、あこれあこれこれについて、そうそうそう、窓についてよ、ちょっと、うん、ね、はい、ぼーっと考えてた、あの何もラジオでは触れてないようなことを勝手に気にしつつそうそうそう、あの勝手にテンパってるっていうね、もうご迷惑やな、ごめんやで、もうちょっと大きくしたいなって考えてた、はい、まあそんなはい、まあいいや、はい、こんな、窓の話が出たんですけど、そうそう後ろにね、そうそう、ちょっとこんな窓をね、若干フレームアウトしてますけどね、うん、聞いてもらってきます、はい、なんかアキラのこだわりでちょっと窓をね、あのやってみたりとかしましたけど、鹿太郎さんが今夜は寒いっすねと、寒いね、こたつではないんか、あ、これか、あ、これのことか、あ、こたつじゃないよ、これ実は、あー、なるほどね、あ、おこたらしく、あ、おこたらしく、難しいな、まあいいや、みかん置いとくよ、あ、みかん置いとくよ、この辺にみかん置いとくよ、完璧なんかな、そうそう、雪だるまあんねんけどな、うん、ほんまに寒いっすね、今日ね、いや寒かったけどあのうちの子たちは元気で、うん、今日おそばん出勤やって、うん、でも確かこの寒くてもこんな風でも多分うちの子たちは元気やが出てんやろなと思ったら、うん、まああの女出てたらしくって、私がいた時にはもうちょっとお部屋の中入ってたんやけど、うん、あの何池とかちっちゃい池に、うん、あのメダカとかがいるちっちゃい池に氷が張ってたりとか水たまりに氷が張ってたりとかしたみたいで、うん、もうそれをねに大興奮でね、あ先生氷って言ってもうめっちゃ喜んで、私がいた時も先生あんなメダカのところにな氷があってな、メダカさんがな死んでね、かわいそうやってやんか、多分死んでない多分固まってただけだから、あの中であのじっとしてただけで死んでないと思うよ、わけわからんことを言うたりとかしてて、夕方も絶対もう外には出へんやろなと思ってたら、うん、先生きっとまだ凍ってるっていうか絶対ないじゃんって絶対もう溶けてるからと思ってんけど、でも子供の発見をこっちが言うわけにはいかないから、あのもう夕方には溶けてるんだよっていう答えを私たちが言うのはよろしくないじゃないですか、うんうんうん、自分たちで行ってあれ溶けてるとか、あれ氷はどこ行ったんやっていうところが大事やからと思ったんで、よしじゃあ氷があったところに探検に行こうって言ってそれだけ見て帰ろうねって言って行ってみたら、まあ、あの女氷はなくて、先生ない氷ない面白いね、分かった、きっとお兄ちゃんのクラスの人たちが持って行ったんやとか、今その可能性は否めないけれどもじゃあ他のところは畑のところの水たまりにあったやつは、先生こっちもない、泥しかないせやなって言って、泥しかなかったね、氷泥棒がいる、そうじゃあ発見やねとか、朝は寒かったら氷がありますスッ夕方は氷はありませんっていうのをやってさあ、ね、下に、うん、あの足で線引いて、うん、はいここから今日はさやーいだんって言って部屋に入らしてもう入ろうって言って、また部屋に入る時もまたその勝ち負けにこだわったらまたややこしくて揉めたりとかするから、うんうん、今日は一生懸命走ったらみんな勝ちとか面白いそうそうでまた走ってて一番最後に多分乗り遅れた子がすごいゆっくり歩いてて、うん、歩いてきてるから先生誰々ちゃんが歩いてるって、誰々ちゃんはね今寒いけど一生懸命歩いてるからあれも勝ちすごいないやさ運動会とかでは、うん、それはもちろん勝ち負けがあるものは私は勝ち負けつけたい派なんで、うんうん、あれなんやけど、うん、まあでもそういう時もみんな勝ちがあってもいいかなと思うんで、あまあそんな感じですよね、うん、でもこの季節
節ねやったよ、あの氷張って、うん、葉っぱ置いて氷作るっていうの。あーはいはいはい、夜のうちに作っといて、うん、氷の中にね、そうそう、うんうんうん、葉っぱを こんな氷ができた、うわーいうわーいって叩き割るんかい、割るねまあね、あの冬のね遊び方のね、うん、あれですよね、うん、楽しいかなと思います。冒頭の私の自己紹介に出てきたそのショッピクゾっていうのは何なんやって話なんですけど、まあ本編しか見てない方は多分分からない、そう多分どっちかと逃がさねえとかはセリフ出てきたんやけど、本編でショッピクゾっていうセリフは一回も出てきてなかったと思うんですよね。出てきてこなかったんやけども、そのイメージがそのうちのやってた5月6月にやってたあのおかっぴきのゲンさんのイメージがショッピクゾっていうあれやったんで、あのなんだ6月公演の前説の時とかに携帯電話の電源切ってなかったらしょっぴくぞとか、うん、あの食べたり飲んだり吸ったりしたらしょっぴくぞとか、うん、そんなんをひたすらやってて、そしたらなんか結構イメージついちゃったらしくて、はいはい、まあええやいいことにしようと思って、でそれ、うん、あほんまに、うんうん、いいでしょ、でそれをまた踏まえて次11月公演、この間のさみだれの夜に吠える犬の前説をまた任された時にどうしようかなってなって、でまあ真面目に中富の鎌足り真面目な役なんで真面目にあの何あの初注意を申し上げておったんですが、まあ、千秋楽だけあの座長の指示もあり、あの弓矢持って行ってショッピクゾーンに文字って携帯電話来てないやつがいたらぶち抜くぞっていうぶち抜くぞバージョンをして、その絶妙な間になんかお客さんがクスクス受けるみたいなね、まあ、そんな感じでさせてもらったんで、なかなかショッピクゾーは私の中ではあのツボでしたね。そうこの間ツイッターで私があのやってたツイッターの中であのフォロワーさんが、フォロワーさん私もフォローしてはるじゃないけど S を結構見てくれはる人がなんか風邪ひいたっていうのが話が出てて、で風邪ひかれたみたいやったんでお大事にって送ったんですよ。なんかリツイートじゃないわ、あの返信みたいな感じでね、でそうしたら送った時になんかゲンさんになんか励まされてるみたいで嬉しいですって返ってきたから、おマジかと思ったんでちょっとゲンさんっぽくくー嬉しいこと言ってくれるじゃねえかとか、さっさと風邪直さなかったらしょっぴくぞって送ってみたんですよ。そしたらなんかめちゃ喜んでくれたって、あいい、ね、でもしょっぴかれたい気もするみたいな感じなそこまで来たらじゃあ来年の公演に連行だみたいな感じで思って、楽しみにしてますって来たから普通にありがとうございますって感じだけど、そういう役としての、うん、あなんか遊びというかあのセリフでなんか言い回しがすごく特徴的なキャラやったんで、なんかそういう楽しさがあってなんか楽しかったなとあの思っております。そんな5月6月の思い出のゲンさんですね。いやきっと来年からもやってくれるんやろね、ゲンさんをしょっぴくぞシリーズ、シリーズマジかそんな分かりやすいものがある役やったらいいんやけどな、うちに行くぞさあ3回目はどつくぞとかいやいや殴るぞとかやばい、何しかちょっと痛い系やん、痛い な, あえ何いいな、他に何があるやばいやん分からんどうなんやろな、まあいいや、まあ、鹿太郎さんがまた明日凍ってますぜっていう、あでしょうね、でしょうね、明日もきっと氷探し探検が ね、まあ、それ終わったらすぐ部屋に入らそういやまあそんな感じで始まりましたけれども、始まりましたね、はい、うん、今日は何を隠そう、うん、あのさっきちょっと話に出会ってました、ちらっと出ましたけども、はいはい、11月公演の、うん、さみだれの夜に吠える犬の反省会&生産会やったんですよね、まあ、厳密には昨日と今日とに分けて、あの参加者さんがあの参加しやすい日程でできるようにということで、うん、昨日と今日と連日でやったんですけど、まあ、何をしたかというか反省会はまあ公演の反省会、まあ、こういうことが良かった悪かったということと、まあ、生産会というのは、まあ、あの金銭的なものもあるし、あの借りてた衣装を返すとか、うん、そういういろんなものを、うん、まあ、するという会なんですけど、うん、まあ、生産会をもって一応その公演は終了みたいな ね、あの宣伝美術家のトムさんが言ってたのが卒業式みたいな感じのそういう表現をされてたことがあるんですけど、まあ、なんか確かにそうやなと思って、まあ、いろいろもろもろのまた作業は、まあ、残ってはいるんですけども、制作的には、まあ、残ってもいるし次回に向けてすでに動き始めてはいるんやけれども、まあ、一つの節目としてあの生産会というものが今日はありましたよっていうことで、もうつい1時間前ぐらいまでね、うん、やってたんですよね、出ました ね、 ね、ということでということで、その時のね出演者というか、はい、今回のさみだれの夜に吠える海に出演してくれたメンバーがそのままね残ってくれてたり、昨日の出席者があの今日ももう一回来てくれたりとかして ねっていう感じで来てくれていますので、今日はさみだれの夜に吠える海の吠える犬の出演者のメンバーにも
一緒に来てもらって、また改めて1ヶ月半前になるこの作品をね振り返りたいなと思っておりますので、じゃあサミダレメンバーカモーン、カモーン、あれ誰も来ない、来い来い来い、来て来て来て、はい、どうぞどうぞ、ちょっと待てよ、わあ、鹿太郎さんが22時の奈良市の気温、アメダスマイナス 0.4 度、マジか、マイナスっすか、マジか、まあ、奈良市も、まあ、奈良市広いといえども、あ、ちょっとカメラをね、あの調節引きでしていただけると助かります。座ってください。あ、座ってください。なんです、なんでも見えないところで空気椅子してたの。びっくりした。いや、どこに読んだかなって画面しか見てない方わからないから。はい、というわけで、あ、ごめんなさい、マイクを開けますね。よいしょっと。開けるかな。はい、じゃあ、アキラ、あの、これが聞いていないということは、まあ、頑張って声張ってください、ね。頑張ります。あ、ごめん、ぶつけた。はい、では、改めてご紹介しましょう。サミダレの夜にホイールにね、客演で出てきたり、出ていたりとか、まあ、あの、なん劇団員がいたりとかという感じなんで、出演メンバーです。じゃあ、順番に自己紹介お願いします。どうぞ。はい。あ、ごめん、はい、また来ました、劇団ピンポンダッシュ、大阪にあります劇団の、竹本幸男です。よろしくお願いします。お願いします、これだけは必要が、まあ、いい、はい、どうぞ、はい、どうぞ、あ、イベントステーションの劇団員の西本です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。あ、ごめんなさい、大阪でフリースタイルスタジオコンピラという、小屋をやってます、山田圭と言います。よろしくお願いします。お願いします。まあ、初めましてではないけれども、ね、また一つ久しぶりに、メガネ率、あ、メガネ率、メガネ、あ、こ、あ、あ、あ、外したな、赤メグ以外メガネやったな、今。おう、そうか、おう、おう、あ、そうか、やった、や、なんやな、駆逐される感じか、なんや、もうあの、ここもう5、6時間かけっぱなんで、ここに赤い跡が、あー、あるあるです、あるあるです。そう、あ、その赤い跡、私あの 3D メガネ映画でかけた時に思いっきりなってあの2時間ぐらいかけただけですっごいなって、なんかめっちゃその後電車に乗るのが恥ずかしい感じ。あ、かけて帰るわけにいかへんや、帰らなあかんからさ、かけて帰ってよかったのに。マジか、いいのあかんあかん、まあまあそんな話はいいんですけど、足方さんが、静香さんこんばんは、久しぶりと、お久しぶりです。名指しやで、名指しやで、名指しで、イエーイ、一人だけ名指し、美女やからかな、あ、美女やからなんてこった、素敵、可愛いからね、なんてこったって言われてもはい、いやいや、じゃあでは、そんな感じで、あの、来てくれましたけれども、まあ、はい、そうやね、昨日も来てた、昨日来てた、うん、で、あの、今日もまたラジオに来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。まあ、今回ちょっと、まあ、あの、1ヶ月半前になるサミダレの夜に吠える犬についてちょっと振り返ろうぜの回なんで、まあ、ちょっとなんか思い出話というか、まあ、我々はあの本番終わってから座長も含めてちょっと振り返ったりとかしたんですけども、皆さん、あの、他のラジオ的にはゲストの皆さんはどんな感じやったんかなっていうちょっと思い出のシーンとか、ちょっと裏話とか、なんかそんな感じの、まあ、ラジオで放送できる範囲であのできないかなみたいな、まあ、大反省会スペシャルみたいな感じのタイトルにしちゃったんで、まあ、それっぽい生話をちょっとねしてもらったらなと思います。どの辺が意見ラインなん、え、あかんラインどうなん、まあまあ、とりあえず言ってみたらいいんちゃう、うん、常識の範囲内で、あかんくなったらピーって言うからまあ、どうでしょう、ちょっとなんか思い出のシーンとかその辺とかからいっちゃいますか。そうですね、なんかある人、はい、ある人いや、みんなあるやろ、それぞれに何か、うんうん、まあ何かしら、うん、何かしらはね、あ、じゃあちょっと順番に言ってもらおうかな。え、じゃあちょっと、映像というか、あの、写真とかも準備お願いしていいですか。あ、はいはい、一回一回切りますね。純不動で、純不動で、じゃあ、はい、じゃあ準備ができたら、はい、はい、はい、よし、これですね。あ、この写真、あ、僕が選んだやつです。あ、タケポンが、はい、お、タケポン右端ぐらいにいるやつやね。まあ、写ってないんですけどね、写真には、ここね、まあ、場面的にはこう、うん、僕が殺したくて殺したくてたまらないイルカが、おう、ね、うん、あなたが殺したんですよ、私がね、ね、あの、ここでもなんか千秋楽あたりね、こうなんかバタって倒れたイルカ見て、ちょっと横で半泣きみたいになりました。それでなんか、はい、あ、なんかいろいろあったんでしょうね、俺の中で。あ、で、ちょっと、ね、中で、なんか半泣きみたいになって、なんかすごいここやってという印象に残りましたね。あ、なるほどね。確かに、あの、五害っていう大陸から来た暗殺集団っていうキャラクターの、あの、一人、山田君もそうやったんやけど、まあ、タケポンは演じてて、もうとにかく、まあ、殺したがりっていう設定やっててか、まあ、やったもんね、殺したがりやんな、でも、まあ、切りたがり、うん、切りたがり、殺したがりの戦い好き、そうやね、うん、そういう役やったね。確かにそのイルカと戦ってた場面も
あのあったんで結構因縁もね、うん、ちょっとだけあったりしてね。だからあいつは俺が殺すんだみたいな気分ではずっといたんですけどね。もう取られちゃったからしょうがない。殺しちゃったで。なんか軽いね。そんなノリなん。嘘です。いやもういやこれ言うてもこの時も私も苦渋のあれですからね。いやそうか、そう、あ、じゃあマモンもってかさきぼの中でもそんなちょっと半泣きになるようなエピソードがあったんですね。竹川幸秀です。竹川幸秀さん、二のお兄さん、竹ぼんが。そういう印象らしいです。名前も似てるから余計ね。竹本幸秀さん、お前確かに似てるかもしれない。竹川幸秀さん、ああなるほど、確かに。まあそんな思い出のシーン、ね、名前何やっけ。竹本幸雄です。ずっとタケポンって呼んでるからさ、下の名前忘れんねん。さっき俺言ったよね、自分の名前。なんか最初だね、数分前の話やね。何ボーっとしすぎちゃう。ごめんやで。いや、ボーっとはしてへんよ。さっき言うとったよな。ボーっとはしてへん。聞き流しすぎというか、まあいいや。ガンダーラって呼んでいただいて構わないです。なんでガンダーラってよく、ガンダーラ昔よく呼ばれてたんですよ、ガンダーラって。ガンダーラ、はい、復興代行。いや、あの俺が竹川幸秀に似てるから、うん、ガンダーラって呼ばれてた。あ、じゃ結構言われてんねや。はい。へぇ、竹川幸秀さんにの、まあ、そんな竹本幸雄さんですけれども、はい、すいませんね、話ずれちゃって。シーンはこちらということでね、はい、うん、まあこのシーン確かに印象深いですね。悔し悲しかったです。あ、なるほど。悔し悲しかったのはこの、 あの紫の人と緑の人だけではなかったんですね。そうです ね、 ね。まあ、あなたもなかなか印象に残ってるシーンじゃないですか、ここは。うん、ね、ただね、うん、全然違う話やで、うん、ずっと見てるやん、まばたき忘れるやん。コンタクトめっちゃ熱くね。あ、このシーンよね。じっとめっちゃ痛い。まああるある、本番あるあるかもしれん。本番ってかその稽古中にあるかもしれへん。ひたすらなんかガン飛ばしたりとか、本番というか集中してる時になんか目がちょっと乾いたりとかっていうのは確かにありえるかもしれへん。まばたきしてなくて目がめっちゃ痛かったです。あー、なるほどね。コンタクトしてへんからわからん。あー、そうやな、裸眼の人はね、裸眼やから、うん、まあ目乾くぐらいしかないけど、コンタクトはね、ほんま私外れそうになるんですよね。外れ一回稽古中に外れました。うわー、左で視界が、プロでできて、あ、取れてきた。そうそうそう、鱗が、鱗が、目から鱗が。違うよね。山田くんもこのシーン出てたけど、どうでした？このシーンはね、なんかもう最初はすごい悩んだの、うん、稽古中とかってすごい悩んでて、うんうん、ここはどうしようもない気持ちがすごいあるんだけど、うん、かといってどっちでもない自分がいる、うん、っていう、まあ、特に僕がやってた役っていうのが、うん、もう、まあ、いわゆるその五害っていう殺し屋集団の中の一人なんだけども、うんうん、その別にめっちゃ戦いが好きってわけでもないし、かといって、うん、何かすっごい策を練ってどうこう考えてるってわけでもないし、うんうん、自分の筋だけを通してる、はい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 、寡黙な感じの役なので、うんうん、だから最初はすごいどうやったら自分がここにいて違和感がないだろうっていう考え方をして、そこに持っていくまでにすごい考えた。あ、なるほどね。そのイルカが死ぬことに関してもなんかいろいろ思うところはあるやろうし、その自分 の、 その雇い主に対してとか、その自分のミッションというかね、うん、そのとこの割となんかドライに考えてるようで、なんかう、うん、自分ドライだけども、うん、見た目はでも中ではちゃんと自分の中で筋が通ってないと嫌な感じがあったので、うんうん、なるほどね。それぞれこの場面にいた人、まあ、この瞬間ちょっとスポットが当たってるのは中央やけども、いてた人それぞれね、思うところは一人一人死ぬっていうことに対しての思うところって本当に十人十色じゃないけども、いろいろ思ってましたもんね。じゃあちょっと次の、写真に行きましょうか。ちょっと画面切り替えますね。はい、じゃあちょっとに、次誰のあれか出てきたら、あ、これ私です、誰、ね、誰の選んだやつかなみたいなのがちょっと出てきたらまた、うん、はい、言ってもらいたいな。はい、じゃあ行きましょう。はい、でん、あ、お、これ狭間のシーン、ね、狭間のシーン、お、これ誰です、あ、はい、お、山田くんチョイス、これはこれはね、うん、まあ僕らは一切出てないんだけど、出てないね、うん、そう、僕個人的にこのシーン、うん、この狭間のシーンの明かりがすごい好きで、うん、あー、照明のね、照明の、うんうん、で、あとはこの狭間のセットとかほぼほぼ作ってるから、あー、
まあセット自体はまあ大半作ってるんだけども、うんうんうん、これが一番なんかすごい印象に残ってるというか、この舞台としてね、舞台としてすごいこのシーンの映画印象にすごく残ってて、うん、僕はねこの時こう袖でこうマックどこやってたりとかしてるんだけどえでもほんまに綺麗ですよね、綺麗、うん、一番でも仕込んだシーン場面というか、うん、一番仕込んでるものが多い場面で、もうねこの時の裏はてんやわんやったけどね、そうねそうねみんな思い入れあるねここ ね、うん、そうね、思い入れある、いろんな意味でね、いろんな意味でね、でもそんな努力をね、あの、この二人がねいい感じでね、それに乗っかって素敵なシーンを作ってくれたなと私は思っておりますが、ほんまにもう照明もで、また音響も、あのその後ろにいてる白い服の千原ちゃんが演じる白亜っていう、あの狭間のねその力の化身みたいな、あの役、ヤタガラスの化身の役やってた人の声だけリバーブかけてね、あのその人ならざる感じをすごくいい感じで出してくれてて、そのもう音響も照明もセットもなんか全てがあの素敵な世界を作ってる感じがあって、私もこのシーンはすごい、うん、おーすげえなと思いながら、狭間って難しいんですよ、あ昔やってたっていう話だけは聞いてるそう、あの難しいんですよ狭間ってね、うん、あ、そうそうそう、当時の狭間の、あの陽の人と陰の人やから、我々中根がここにいた人は西もちゃんこの辺に後ろ、そう、私を狙ってくるというか、ね、人間の巫女とあやかしの巫女っていう役やって、そうそうそう、そういう役回りをね、敵同士やったね、そうそう、あのところはそうそうそう、なかなかその世界観っていうのも結局普通の浮世と違うので、そのなんかどういう場所なんやろっていうところ、まずなんかすり合わせとかもまずあれやし、もう照明の色はどんな感じなんやろなっていう、なんか赤なんかなと思ったらやっぱりブルーカーとか、なんかそんなあのやつもあって、なんかムービングがまたいい感じでね、綺麗にしてくれてはって、なんか狭間ってすごい私も印象深いなと思います。狭間はなんか今後のイベントステーションでもちょっとやっぱり関わってくるんじゃないかなっていうところなんで、うん、要チェックですよ。ですか、はい、ですよ。これで2回目 ?3 回目結構出てる、狭間っていう、何回かワードは、うん、ワード自体はいっぱい出てる、いっぱい出てるし、その狭間、うん、そうね、なんかその狭間っていうのがそれこそ前の6月公演に出てきた白月っていうあの人、狂霊院っていうところも、その狭間に関係するその鏡っていうものがそれに関係するものやし、私たちがやった時の腹盛りっていうところの腹っていうのも狭間の一つやし、今回のヤタガラスのところもそうやし、あと何やったっけな、あと、あ、刀、結構それこそ5年ぐらい前にサムライクロニクルってやった時、まあ、その前のサムライもそうなんやけど、そこも刀っていうのが出てきたり、あとは獅子とあれだ、金だっていうのが、この間のその6月の清十郎の時にちょっと花声だ言葉だけ出てきて、まだ出てきてないのがあと残り2つの、ザどうなるみたいな、どうなるのかねっていうちょっとね、狭間って何なんだみたいなところは、あの S をちょっとずっと見てると、あ、ここでちょっと繋がったかなみたいな感じで、楽しめる一つのエッセンスですね、なんですよ、はい、ちょっと繋がりがあるかなないかなみたいなですね、はい、そんな感じの狭間のシーンでした、はい、じゃあちょっと次の写真いってみましょうか、画面を戻して、どうぞ、はい、これかよ、これかよ、それですよ、消去法で言うと西本、ね、西本貴様ここね、はい、まあ、真ん中の緑の森戸が、うん、はい、うん、この刀を使えって言って、はい、みんなに、うん、まあ、スペシャルウェポンを渡した後の、はいはい、みんなのこの嬉しそうな顔がね、すっげー好きなんですこれはね、あのどういう刀かって言ったら、それこそあの五害っていう人たちは、あ、ちょっとシギっていう特殊な能力というか、ちょっと技を使ってはって、なかなか死なないんですよ。まあゾンビみたいな、ね、あ、そんな感じだね、うん、そうそうそう、あのなんで、あのそのなかなか死なないゾンビたちをやっつけるには普通の剣では無理だっていうことで、あのガスタンというあの刀鍛冶、刀刀匠が、あのが、うちのそのイベントステーションで話した中で、結構それも刀を作る人としては結構キーになってくるんですけども、そのガスタンっていう刀匠がそのそれ用に売ってくれた剣だよって言って、ここで渡す、まあ、あのスペシャルウェポンみたいな特徴出てきて、それをもらって喜ぶ3人みたいな、主要キャラの割にこのようわからんテンションみたいなこの森戸が、うん、まあ、ほぼほぼ唯一、うん、思いっきりはっちゃけるところでそうやね、でこのその人に乗っかって2人がすっげーいい笑顔してるんですよね
その楽しそうな顔がね、可愛くて仕方がない。この画面に映ってないけど、この向かって右側ぐらいに置いていくぶりになった座長がね、そうそうそう、はい、2年のね、そうそうそう、この対比がすごい好きでした。まあちなみにこの写真は座長は一瞬でスルーした写真ですね。あれもういいよこのシーンだね、スルーされたね。そうそうそう、一番どうしようもない、彼にとってはどうしようもないシーンやったね。まあはっちゃけろと言ったのは彼なんやけどね、まあ、あの集中つかなくなったね、はっちゃけさせすぎて。まあそんな、まあね、その前でいっぱいいっぱいやったからね彼は。あ、そうね、うん、あ、この辺とかね。うん、そうそう。いや、じゃあ、じゃあ、じゃなくて、ほら、シーン的に、シーン的にね、あ、シーン的には、はい、まあ、シリアスなね、シリアスで、はい、シーンでね。じゃあ、この前が狭間やから。じゃあ、これ、この前にだってほら、ジャージがおるやん。あ、ジャージ、ジャージもおった。あ、ジャージおったな。あー、でしょ、ハローって言ってね。そう、SL か、あの、ジャージ、うん、そうジャージにすごい彼は苦戦してたからね。2人ってすごい笑ってたもんね、だからあれもね、ちょっとシーン、画面戻すけれども、はいはい、私らからしてみたら、舞台の下手側にエセイルカが立って、すごい面白いことをして、えあ、出てきます、あ、出てきて、出てきて、この一番、画面の一番左のエセイルカですよね。このイルカの、替え玉っていう設定でいてたんですけれども、彼がこの画面 の左側、下手側にいてるんですよ。その直前に私は座長にこう、こんな感じでちょお前って言いかかって、で後ろからあんのーって声かけられるから、私一生懸命もう見たら絶対笑ってまうから、ずっと座長にこうやって座長の方に睨んでたんやけども、本番に入ってから無理くり顔やら頭やらを掴まれて、こうこうやられた。そうそうそう、イルカを見ろ、イルカじゃない、エセイルカを見ろと、お前もこれそう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 、どうしようもない、なんか、不可抗力で、結局二人とも服みたいなね。なるほど、大変やな。あ、いや、頑張ったよ。笑っていいキャラやったらよかった。ね、ちょっとあなたは笑っていいキャラやけどさ、もう犬とかまさに笑ったらあかんやん、基本的にはさ。やねんけど、まあ、なんか、うん、まあそんなね、ちょっと頑張らなあかん状況を作らされてさ。いいキャラやった。エセイルカね、なかなかちょっと本当に、いやなかなかの、あ、ね、稽古場の時に、ね、うん、こんな動画放送おったんやってなってね。めちゃくちゃ笑わせてもらいましたね。なんやろな、あの絶妙なね、うん、うん、すごい、なんか一言も喋ってないのに面白いっていう。なあ、あいつずっと後ろでクニクニしてるだけでしたし、ね、くせもんやなあいつな。なかなかにやらかしてくれたけれども、いやほんまに、うん、なかなか やられましたね。はい、まあそんな感じのシーンです。はい、まあいろんなちょっとシーンを振り返ってみましたけれども、いろいろちょっと裏話とかも交えつつやったけれども、どうでしたか今回の芝居、ちょっとやっててというか、なんか全体を振り返って、もう1ヶ月半前やけれども大変やったね。どの辺が？え、いろ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 ありすぎて、うん、いろいろありすぎて大変やったけど、なんか大変やった分あっちゅう間に終わったかなっていうのはあるね、うん、あ、確かに今回すごい小屋入りしてからが早かったなっていうのが、うん、なんか印象としてすごいあって、うん、まあ、小屋入りする前からもちろん早かった、なんかあっという間な感じはしたんやけども、でも小屋に6日間おったでしょ。そうそうそう、うん、6日間、うん、そうそうそう、6日間は3日の本番3日、うん、だから、うん、1週間ほぼほぼあの会場にいるのに、うん、すごく早く感じた、うん、確かに、うん、なんかあっという、ほんまにあっという間な感じで、あ、もう、あ、ラグビーみたいな、うん、本番もね、やってるうちにあれも終わりかみたいな、うん、そう、すごい、もういい意味ですごいスピーディーやったのかもしれないけれども、すごくなんか、うん、待ってる時間っていうのは、まあ、実際裏で転換とかもあったから、みんながみんな忙しかったっていうのはあるんやろうけど、すごくなんか常にあのフル稼働な感じで、全員がなんか作品に何かしら絶対どっかで関わってるぜっていうのがあったから、なんかな、すごくいい感じで、ね、あ、終わっちゃったみたいな、もうこのシーン、あ、もう終わりみたいな、でもう公演終了かみたいな感じのところがあったなっていうのは確かにありますね。うん、なかなか感慨深いものがあったけれど、ね、ね、うちは特に本番前はずっと奈良に泊まり込んでたからね。ああ、
余計かな。そうですよね、なんかやっぱ道具も叩いてくれたりとかね、うん、まあ、お世話になりました。ありがとうございます。その本番期間中、その6日間、ね、仕込みを、いや仕込みというかその小屋入りしてやけどもね、まあ、本番10日前にね、あのぶっ倒れる座長とかいたからね。まあね、うん、だその座長のせいでうちは余計働かなあかんようになったっていうね。いやもうごめん。恥ずかしい。いやもうね、ケンさん来た。いやほんまもう皆様にはご迷惑をおかけしましたけど、皆様がいたおかげでなんとか、ね、幕が開き、幕が下りましたよ。まあね、座長も元気になったからね。よかった。元気になったから笑って言えるけども、そうね、もうあの時ね、もう裏はね、裏っていうかもうひいひい言いながら、もうどうするんだって言いながら、もうね、みんな泣く、なんかもうね、泣いて、よう明かすみたいなこともね、あったもんね。そんなことがあったんですか。何よ、うん、僕泣いてないよ。あ、そうか。まあそんなこともあって、そんなこともありました。ありましたね。泣いてる私を見て、何事か、きっと何かあったんだっていうね、悟りを見られた。そう、劇団やのに何も知らされてなくて。じゃあ、言うたやん、でも一応。じゃあ、だってなんか泣いて帰ってきてて、で何があったんやろってそわそわしてたら、こそっと王さんが教えてくれて、うん、ああなるほどなーって、そういうことやでっていう、この一人置いてきぼり感。だって何も言わずにこの人も行くからさ。ごめんやで。私ナミちゃんだってラジオから直行したからね。ごめんやで。まあいろいろありましたね。先帰っといて、はーい。言って帰ったらなんか目ぐないてるし、もうなんなん。まあ、まあ今やからね、笑って言えるけれども。今やからね。今やからね。まあ、よかったよ、笑って言える話になって。よかったよかった。まあマジで、はい、あの体調は大事です。あの健康は大事です。はい、皆様、あのお腹のあたりに違和感を感じましたらすぐ病院へ行くように。はい、もうね、いやほんまにね、ね、ね、もうあなたの体を守れるのはあなたしかいないんで、手洗いうがいしっかりしましょう。そこも大事ですよ、はい、はいはい、気をつけてください。何の番組やこれ。はい、奈良の演劇情報健康番組から健康増進番組みたいな。じゃあ体操しますか。体操しないよ。しないよ。何体操。あ、しないんですか。妖怪体操ならまだちょっと、はい、何の話やね。絶対言うと思ったけど、だからフランカたのに。ごめんやで。まあいいや。みんなでこんなんすんの。すいません、すいません。タケポンどうでしたか。まあね、僕は終わってから一回来てるんでね。あー、そうかそうか、あ、来てもらったね。その時に、まあ、ある程度話しましたけど、うん、まあ、こんだけ長い期間が経って、うん、改めて思い返すと、うん、ですよね。でもラジオ的には分かりにくいけども、うん、まあ、なんて言いますか、うん、結構、うん、1ヶ月経ったんですけど、うん、割とほんまにほんのちょっと前みたいな感覚がまだありますね。うん、1ヶ月経ったってのが、私もなんかこの間振り返ってみて、あ、そうかと思って、なんか3日前ぐらい。3日前、そこまで。そんな最近。すごい、じゃあ近い記憶ない。だけぼの中では、あ、なんか思い出が少ない人みたいに思われるのが嫌なので、あの1ヶ月前ぐらいに感じます。いや別にそうは思わへんけど。大丈夫やけど。うち逆にもっと長い前に感じる。あ、ほんまに、うん、ずいぶん昔 昔な感じに。あ、そうかそうか、思い出がいっぱいあるんだ。なんかね、まだ1ヶ月しか経ってへんや、うん、みたいな感じが。ああ、そうか、逆のパターン、逆のパターン、うん、そんなパティーンでした。パティーンじゃない。パティーン、そういうのもあったりとか、うん、でもほんまにいろいろありますね。今15周年ということで、大道具もね、それこそもうほんまに山田くんにね、いろいろ手伝ってもらい、山田くんとか武漢の山尾くんとかにね、うん、ライブありやし、まあ、転換はもう皆さんね、もう売られ転やわんや、役者しながら、役者してるだけでももちろん大変やけれども、自分の出てないシーンはすごくいっぱい頑張って転換とかね、うん、はい、まあね、もうお客さんには見えへんところやからね、どう言うていいかちょっと難しいけどね。なんかそんな感じの 裏話、まあ、ザ裏話やけど、ほんまの裏話になってくるから。ね、まあね、どこまでってところはあるけれども、まあそんななんか裏はどうなってんのかなって思いながらなんか見るのも私的には楽しかったりとか、まあそんなことは想像せずに、まあがっつり芝居楽しんでいただくのももちろんあれなんで、まあなんかこの辺にしときましょうか。ね、あの、ね、全くの裏話はね、そうだね。
まあ、またね15周年終わって来年また16年目ということでイベントステーションやっていくんで、うん、まあまあ、劇団員の西本はもちろんですけど、またぜひ何かの形で関わってもらえたらなというふうに思うので、なんか、ね、次なんか5月の次のやつはちょっと来てよみたいなのを一回言われたので、うん、来てよ、はい、来てよ、あの別の客演が入りまして、こう、まあ、来年の来年に、うん、で大丈夫その時期うち6月やで出れるみたいな軽い感じで言われて、おい分かりましたみたいな、まあ、ちょっとちらっと出ましたけども、なんか6月らしいですわ、うち。いや、わかんないですけど、まあ、今のとこなんか、まあ、予定らしい、ね、なんかそうなればいいな、みたいな感じで、うん、でもなんかそれがまた30回次。そう、公演回数で言うと、5月の演劇祭に出るかなっていう感じなん で、それが、この間が28回、で、今回次の5月29ってカウントすると次が30回。うんになるので、まあ、30回記念公演的な感じになるのか、まあ、30回さらっと流すのか結構キリがいい数字やからね。そうでも結構キリがいい数字、まあ、なんだかんだ、まあ、2年に1遍ぐらいのペースで来るから年3回やったから25とか20、25、30って割とどんどんどんできたから3年前に20回記念公演やったからねそうまあそんな感じで、まあ、あの記念だろうがなかろうがもちろん全力を注いで作る芝居には変わりがないので、ぜひぜひあのようなあのイベントステーションがまた来年やる芝居何本やるかまだちょっと未定ですけども、まあ、きっと何本かやるのでどれも見に来てもらいたいなというふうに思いますので、ぜひぜひよろしくお願いしますね、という感じでちょっと振り返りつつ、はい、ちょっと、まあ、その来年イベントステーションが活動するのはもうちょっとしてから、あもうちょっと暖かくなってから、ね、この寒い冬を越えてあのちょっとあの花も芽吹いたりとかあの動物たちも元気になってぐらいな感じの、ね、あの頃にしたいかなと思うんですけども、もちろんそれまでにも作品じゃない芝居はいっぱいやってますので、演劇情報とかも ねお伝えしたいなと思うので、じゃあ奈美ちゃん演劇情報お願いしていいですか。まだですまだですあのお願いしますというふりです今のあ3月に劇団ピンポンダッシュで何かします。挟んできた挟んできた、ぶっ込んできたね。何かする何ただ今日会場の空き日程を確認して3月の末を仮押さえしたってだけで特に何も決まっていません、はい、でも会場を押さえたからには何かやりますはい、おじゃあピンポンダッシュが3月に何かするそうですんで、何かします。じゃあピンポンダッシュで調べたら出てくるね。あの劇団ピンポンダッシュカタカナでも多分ひらがなでも英語でも出てくると思います。おはい、じゃあ今ちょっとね情報が、ま、今から出すので、そんな告知ありな。いやなんかじゃあとりあえずぶっ込んでみました。え何もないけどね、出るのは。あでも出るの以外でもなんか出るの以外でやったらね、はい、冒頭でも言いましたけど大阪で、ナンバー千日前に小さい稽古場を持ってます、うん、でフリースタイルスタジオコンピラっていう稽古場なんですが、はい、日本橋から徒歩5分難波駅から徒歩10分で、朝から晩まで深夜まで大丈夫な稽古場がありますので、もしよろかったら検索お願いします、はい、一度見学に行ったんですけど広くて使いやすそうで、これで夜中も使えるんだったらいいなって思いました。であの例えばこう稽古が日程が足りないってなって夜中なら集まれるけど場所がないって時はいいとか、そういう時に使えるなと。夜中のプランが夜10時から明け方5時まで。おーがっつりできる、すごい。坪数的で言うと、13坪で鏡が片面貼ってあります。すごい使いやすい。いいな。で、音響機材とあと軽い照明機材も全部あるので、そこを使って公演も一応可能なように作ってあります。へ、何かねプチ公演もしようかなって考えてはいます。何かこうなるほど、ほんま 2,3 人とかでこう楽しくできるかな。お客さん入れちゃうとね、あの30人入ったらちょっといっぱいかなっていうような大きさなので あんまりこうがっつりっていうようなお芝居はちょっとできないんですけど、うんうん、なんかちょっと社会話劇とかねやってもらえるんやったらそんなんでもいいかなとか思ったり。はい、じゃあそのもう一回言って。フリースタイルスタジオコンピラコンピラしか覚えてなくてインターネットで検索してもらったら出てきます。あとね、あの地下にあるんですけど、うん、1階が、アルカアルカっていうビアバルなんです、うん、なんでもう稽古場は稽古終わってからそのまま上で飲んでもらったりもいいですし、まあ、そこのお店の中の、まあ、一つの部門みたいな形でやらせてもらってるので、
そのあるかあるかって検索してもらっても、あのそこからちょっとリンクポンポンポンって飛んでったら、そのコンピラのサイトが出てきたりするんで、おまあどっちかで検索してもらえれば大丈夫です。はい、じゃあ大阪で稽古場とか公演の場所とかでね、またちょっとぜひ検索してもらってね、使ってもらえれば。そうですね、まああのね、奈良の人からするとちょっと遠いけど、うんうんうん、まあ電車一本であれやし、うんうん、もしその大阪でねのするとか、なんか大阪の人もいるよみたいな時とかにちょっとフラッと使ってもらえたら嬉しいかなと。はい、ぜひぜひ、ね、夜中とか使えるのはなかなかないからね、すごいいいとこやなと思いますので、ぜひぜひ調べてみてほしいなというふうに思います。演劇情報いけますか。はい、じゃあ順番にいきたいと思います。はい、はい、ではいきましょう。12月、今週末です。今週末じゃあ右上からいきましょうかね。はい、夢歩行虚構団第76回公演、交渉と敗北と猫とトカゲ、こちら原作が江戸川乱歩の黒トカゲという物語ですね。でこちらが12月20日土曜日の15時からと19時から、21日の日曜日が11時からと15時から、こちら会場が多目的スペース金華楼、こちら近鉄の大和高田駅徒歩10分のところが会場です。あ、 JR 高田駅からだと徒歩5分ですね。料金が1500円で子供が500円ということですね。夢歩行虚構団は私もあの何度か見させてもらっているんですけど、ちょっとなんか独特な世界観で、あの私これに子供料金があるのが、あ、そうなんやと思って、私あんま子供向きなイメージが、あの子供が見る作品っていう印象がなかったので、だって子供料金を作って子供を見に来て OK みたいな感じにするのが意外やなってちょっと思ったりする感じのものなので、ぜひぜひお子様も連れて見に行ってみてほしいなというふうに思いますので、ぜひ。すごい本当に素敵な世界観で、なんか他ができない感じのを世界が見れると思います。はい、でじゃあ、右下行きましょう。奈良危機万葉ファンタジア朗読劇&演劇公演、大和琴の葉物語&大和たける、こちら12月の21日の日曜日が13時と16時、奈良町物語館というところが会場です。料金は無料ですけれども要整理券ということです。こちらがですね、あのもう残席わずかというふうなことをさっき北橋から聞いておりますので、ぜひぜひあの予約の方をねちょっとお早めに申し込んでいただけたらなというふうに思います。なぜ北橋かと言いますと、こちらの朗読劇にうちの制作北橋出ております。お、珍しい。はい、役者は北橋はあのここのとこイベントステーションでは見れないので、あのぜひこちらで見てもらえたらなと思います。来年の役者としての出演も今のとこまで未定ということなので、もしかしたらなかなかこれからしばらく見れるかどうかわかんねえぞ、まあ、そのうち正体出てくるかもしれへんけど、まあ、あの役者北橋をね、あの今のとこ見れるのはここが唯一のチャンスなので、ぜひ見てほしいなというふうに思います。で、左下ですね、先週ゲストに来てくれました劇団いちご大福、こちら奈良女子大学の演劇部ですね。劇団いちご大福の12月公演、ドキドキアイドル物語、19日の金曜日19時からと20日の土曜日が13時と16時からです。会場が奈良女子大学校内の学生会館2階です。近鉄奈良駅より徒歩で行けますので、あの近鉄奈良からだと東向き北の商店街のところをずっと北上してもらったらね、あの突き当たりドーンって言ったらあのなんかの門にぶち当たるので、そこ入ってもらったらあの門がいっぱいあるんですよ、奈良女子大、うん、中で私迷子になるタイプなんであれなんですけど、まあ、入ったらなんかあの看板とかあのきっと聞いたら分かると思うんで、はい、あのぜひ聞いてみてほしいなと思います。男性でも女子大全然容易で入れるらしいんで、ぜひ見に行ってほしいなと思います。料金が、うん、変な動きせえへんから男性でも大丈夫だそうです。気をつけてね、タケポン。はいええはいちょっと言ってみただけです。料金が300円です。こちら、カッコ CD 付きと書いていますけれども、先週ゲストで来てもらった時に言ってたんですけれども、そのアイドル、あのいろんな、3団体とか3ユニットが出てくる話らしくって、まあ、本当に青春派のアイドルであったりとか、めっちゃ踊る系のアイドルであったりとか、ビジュアル系の男の子のバンドであったりとかっていうのが出てきて、それぞれにオリジナルの曲があるみたい、あるというか作ったらしくって、でそれのその曲が入った CD、3曲分入った CD が、あの来場された方にプレゼントということで、そう、全ての人にプレゼントっていうのがすごい、うん、なかなか太っ腹やね。そうそうそう、 CD 付きということで、でまたあの先着順で、あの先着であのペンライトも配られるそうなんで、あのライブ感を味わってもらう感じでね、ほんまにコンサートのような話らしくって、なんでぜひぜひ見てほしいなというふうに思います。なんかすごい楽しそうですよ、なんかね、はい、あの検索し、うーごめんなさい、ごめんなさいね、言ってないけどね、言ってないけど、検索してもら
らったら、そのいちご大福のところで調べてもらったら、あの YouTube とかにあのなんか PV が上がってるそうなので、そうそう、先週ちょっとラジオでも公開させてもらったので、その PV も上がってるので、あの芝居の PV やけれども本当に CD がリリースするぜみたいな、 そういう PV みたいな感じになってるのでね、うん、ぜひあの見てもらって本番も足を運んでもらえたらなというふうに思います。では次行きましょう。はい、来年です。もう早速いろいろ出ております。はい、で右上からいきましょうかね。はい、右上、劇団さきボリューム7、2015明けましておめでとう公演、雨に夢。こちら1月の17日の土曜日が15時からと19時から、1月の18日日曜日が13時からです。会場が奈良市温城館。これ JR 奈良駅から徒歩20分、近鉄奈良駅からだと徒歩10分。10分で行ける？まあ行けます、頑張って行けます。チラシにそう載ってた、10分で行け、うん、頑張ってくださいです。こちら料金が前売りが1000円、当日が1500円、友達割が800円、あ、2枚以上の予約って、あ、セット割みたいな感じですね。はい、で中高生が当日前売りともに500円、要学生証ということです。小学生以下と60歳以上の方は無料です。うちの真似か、嘘です。嘘です。失言です。まあいいです。こちら、雨に夢という作品。劇団さきというのは、今回出てた、さっき映ってたあの SA イルカ役をやってた森受翔太くんと、おさむらとしきくんが、所属している劇団で、その SA イルカの、森受翔太くんが主演らしいです。で、脚本が、この間、そのおさむらくんで、おさむらくんは、今年の5月の演劇祭で、脚本を書いていて、実行委員長特別賞をもらってました。すごいなんか素敵な脚本やったということで、座長じゃない、実行委員長が今日も同じ人やから、同じ人、あの実行委員長山崎ひろとが評価して、実行委員長特別賞特別賞じゃあが送られたんですよ。はい、そんなおさむらくんが脚本を書き、あの森ゆきくんが主演の、作品、ぜひ見に行ってほしいなというふうに思います。はい、そして、右下ハニーチ、こちらあれですね、劇団いちご大福の卒業生がやってたりとかする、そのハニーチという劇団でいいのかながの、公演が1月25日日曜日にあるということです。会場がステージプラスというところで、また詳細は今後ね、あのどんどん上がってくると思うので、これからまたチェックしてみてほしいなというふうに思います。そして左下行きましょう。お芝居するよ in 白ちゃんハウスということで、このシロちゃんハウスっていうのが三条通りにあるエンジョイスペースシロちゃんハウスというところがあるんですけれども、こちらで公演されるということです。こちらが2月28日土曜日13時からと18時からと、3月の1日日曜日が11時からと16時からで、会場が今言いました三条通りの、エンジョイスペースシロちゃんハウスというところです。料金が前売りが1800円、で当日券が2000円です。ワンドリンク付きということです。こちらはまあどういうイベントかというと、奈良で活動する劇団3団体が、まあ合同公演みたいな感じですね。どの回でも全ての公演が見ていただけるということで、まあ、そのだから13時に来ても18時に来ても3つの作品が一気に見れますよということです。まあ、なんかあの一個一個は1時間弱ぐらいな感じの、まあ見やすいぐらいの時間帯らしいんですけども、参加する団体が劇団スーパースティシャス、スーパースティシャス、スーパースティシャス、はい、と、クロスロープライフと劇団さき、はい、というあの3団体が、参加というか、3団体の、まあ、合同公演という形でこういう形をとってやられるということなんで、このシロちゃんハウスっていうところもライブとかは結構やらはるんですけども、うん、演劇公演というのは今回が初めてということらしいので、ぜひぜひなんかちょっと行ってみてほしいなというふうに思います。なんか三条通りである福引きで、なんか福引きのショーの中にこれの招待券、無料券、お芝居鑑賞券が当たるそうなので、ぜひなんかと三条通りの福引きもなんかガラガラ的なのもちょっとなんかチャレンジしてみてもらって、あの当たったらそれで入ってください、当たらなかったら普通にチケット買って入ってくださいって感じでね、ぜひ見てほしいなというふうに思います。のでぜひぜひ、まあ、いろんな劇団以上やね、はい、はい、あるのでぜひぜひいろんなところでのお芝居見てほしいなというふうに思います。はい、はい、まあ、そんな感じであと残り5分ぐらいになりましたけれども、はい、いやなんかいろいろ喋ったけれども、うん、はい、まあもうあと残すところ、うん、この年もねあとわずかで、あと2週間よ、2週間か、2週間か、わーお、ね、いやどう、じゃあなんかもうまた私らは来週ぐらいにちょっと締めに入るけど、みんなどうでしたか、今年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 締め、
でもあの僕は来週ね劇団の最後の稽古があるので、そこでまあ演劇的には今年の締めをしようっていう。演劇的、演劇的な締めはこれで終わりかな。この11月のやつで終わりだけど、お仕事的には締まらない。収まらない、収まらない。年末って何みたいな。年始って何なんだ。なるほどね。いろいろさ、お仕事形態によってはね、いろいろあると思いますけども。ね、だからこう、今年って言われると、でもなんか僕も2年ぶりに芝居したから。ああ、そうね、役者久しぶりって言ってたもんね。そうそうそう、2年半くらいしてなかったからね、なんかそういう意味ではなんかちょっと役者に戻れた感があって楽しかったかな。よかった、よかったらまたぜひ、役者しに来てくださいよ。ねえ、はい、遠いけどね、はい、まあ、軽く流すっていうね。あの大人の手段を使ってますけども。ラジオでうんって言うわけにはいかないみたいな香りが出してるけども、まあ、いつかきっとあの何かの形で関わってくれることを祈っております。はい、はい、ぜひぜひぜひ。道具とかはね、あなたに伝えてきてくれあるかもしれない、ね、あるかもしれない、それは大いにあるかもしれない。あるかもしれない。ぜひぜひ、じゃあまた次回いつかの公演見てたら、ああの柱はもしかしたら山田くんかと思いながら見るのも。どんなマニアックな見方やねんな。ねえ。まあそんな感じでいろいろね、本当にお世話になりましたけれども、ありがとうございました。ということで、え、今後の活動、さっきちょっと言ってたけど3月のあの、まあ、あれですね、うちの座長が公演をするって言い出して、僕はもう今は何をしていいのか全然わからない状態なので、やるよみたいな感じで、あ、はい、わかりましたみたいな感じで始まってます。おで、まあ、今日指導って感じですね。おじゃあ、とってもホットな情報。ホットですね。おじゃあ、また今後その最新情報がね、上がるのぜひお楽しみにというか、こうご期待という感じで、ね、検索してくださいね、はい、ピンポンだしね、はい、はい、ぜひぜひ調べてほしいなと思います。まあじゃあお仕事的には閉まらない山田くんは、まあ閉まらない年末年始をなんとか超え、そのコンピラのそのなんだなんだっけ、ステージじゃあなんだ、なんとかスペースフリースペース、フリースタイルスタジオ、フリースタイルスタジオコンピラ、コンピラしか覚えてない。大丈夫大丈夫、うちらもコンピラとしか言ってないから。じゃあコンピラ、コンピラで、コンピラのね、活動というか、あの運営というかね、そちらを頑張ってもらって、まあ、西本はね、また頑張ろうね。はい。西本ちゃんは、軽いわ。ね、あの、まあ、どう、あの、今年劇団になってみて、劇団になってこの初の公演を終えて。終えて、まあ、あの、劇団員として動けてるかっていう面では、うん、まだ全然できてないなっていう、個人的な反省がいっぱいあったんで。それはまた今後頑張っていこうという課題であります。ああ、そうかそうか、まあまたこれからいろいろね、あの動き方とか体勢とかもね、まあ、今回やってみてあかんかったなと思うところをいろいろ変えつつ、また良かったところは伸ばしつつ、なんかもっとより良い劇団、より良い公演が打てるように今後も頑張っていきたいと思うので、皆様ぜひあのいろんなご意見とかね、あったらぜひ教えていただきたいなと思いますし、あのご協力いただけるところがあればぜひぜひご協力いただきたいなと思うので、じゃあウェブ情報いきましょうか。うん、ちょっと待ってね、覚えてないんだ。あ、じゃあカンペをね、カンペね、こちゃんとカンペって書いたカンペがあるからね。はい、イエーイ。はい、じゃあナミちゃん、これお願いしていいですか。はい、じゃあウェブ情報いきましょう。ウェブ情報これでいいよね。はい、はい、ホームページ、ブログ随時更新していってます。ホームページ、ブログはイベント -station.で検索してください。ツイッターはアットイベントアンダーバーステーションで検索で、ついでにフォローしてください。で、フェイスブックは毎回ついでって言うけどな、まあいいや。フェイスブックはハイフンもアンダーバーもなしでイベントステーションで検索してもらって出てくるので、ぜひいいねってしてください。そこはついでじゃないよね、うん、いいねはい、いいねってしてください。また一番下にありますイベントステーション7@gmail.com、そういうのがイベントステーションの公式のメールフォームになっておりますので、はい、イベントステーションに入りたいとか、次回公演出たいとか、道具が叩きたいとか、音響がしたいとか、照明なんかやってみたいとか、なんか衣装塗ってみたいとか、なんかいろいろあったら ね、ぜひあの主にスタッフ募集。スタッフ、あ、もちろんです。いやいやいや、こうあのあれです、出演者もですよ。いや、何しかあのイベントステーションにいて、あの関わってみたいなっていう方ももちろんですし、なんか特技を見つけたいなとかいうのとか、なんか技を身につけたいなっていう方とかもぜひあの来
てもらえたらなというふうに。ちょっと叩いてみたいとかね。そう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 、叩くであれやけど、まあはい、金槌とかでね、なんかそういうのをやってみたいなっていう人もいたら、いろいろあのなんかできることとかやれることとかやってほしいことはたくさんあるので、ぜひ一緒に作品を作ってもらいたいなっていう仲間はいつでも募集してますので、ぜひご連絡いただけたらなというふうに思います。はい。というわけで今週もね終わりたいと思います。本当に皆さんありがとうございました。お疲れのところ。こちらこそ、こちらこそ、お邪魔しました。ありがとうございました。ではではまたじゃあ来週ということで、はい、まあ、あのラジオはね、また来週ということで、まあ来週はまた画面の向こうで見てもらうということでね、ぜひ見てくださいね。この辺この辺。ですよ。はい、というわけでまた来週も夜10時にお会いしましょう。以上、中村めぐみと青あきらと竹本幸男と西本静香と、山田圭でした。また来週。バイバーイ。